今日は VSC 製のガスブローバックガン MP5 クルーツ PDW のレビューになります。商品のリンクは下記に貼っておきます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。この動画を見てくれてる人は画面の この動画とこの動画もおすすめです。リンクは下に貼っておきます。今回紹介の MP5 クルーツはヘキラ&コックのライセンスを取得しています。持ってみた感想は小型な割には結構重ためですね。あと折りたたんだ時にサバゲーに行く人とかは機動性に優れているかなって思います。メーカーは VSC、 購入価格は約5万5千円くらいでした。相談数は30発、本体重量は約 3120g、 全長はストックを縮めた状態で 358mm、 伸ばした状態で 603mm になります。動力ソースはフロンガス、本体は主にスチールでできています。で、付属品は次のようになっています。 BB ローダーが入っています。外見の説明になります。トリガー、グリップ、セレクター、ハンドガード、バレル、インナーバレル、ハイダー、フロントサイト、リアサイト、刻印、マガジン、ストックです。で、本体のほとんどが金属でできています。で、次はサイトの調整についてです。サイトはこのように調整できます。サイトビューはこんな感じです。次、マガジンですね。マガジンの着脱はこのような感じでできます。ローリングの仕方はこんな感じです。ガスはこのように入れます。ボルトハンドルはここにあります。クローズドボルトで、ボルトリリースはワンパターンです。 HK スラップによるボルト前進です。ボルトを引き上げてマガジンの着脱、ボルトハンドルを叩き下ろします。セレクターポジションはこんな感じになっています。ホップ調整はこのようにします。次はトリガープルについてです。ちょっと一回やってみますね。で、ストロークが短くて軽いですね。で、あとかなり素直だと思います。ロードはこのようにできます。それでは実際に打ってみようと思います。次は初速などの説明をしたいと思います。今回使用する弾は 6mm の 0.2g になります。10発計測したいと思います。この製品の特徴は
VFC がかなり力を入れて作っている MP5 シリーズの TDW になります。 Gen2 のノーマル MP5 よりも安定していて、かなり楽しい打ち味になっています。本体はスチールでできていて、細かいところもかなりこだわって作っているので、かなり頑丈になっていると思います。この製品の欠点はマガジンが小さくて冷えやすいですね。あとは価格がちょっと高めなのと、本体が重たいところですね。この製品を買うべき人とは、ヘッケラー&コックが好きな人、コンパクトの MP5 が好きな人で、あとはリコイルを楽しみたい人におすすめです。この製品がおすすめできない人は、まあ、いつも言ってる通りですね、ガスガンを維持できない人、電動ガン並みの性能を求めてる人ですね。ちなみに多分冬は打てないと思います。以上、 VFC 製のガスブローバックガン MP5 クルーツ PDW のレビューでした。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。